アイラム30メートル望遠鏡ミリ波、電波天文学研究所は、フランスのグルノーブルに本部を置く、国際電波天文学研究所である。略称から、単にイラムとも呼ばれることもある。ミリ波を観測する2つの電波望遠鏡、スペインシエラネバダ山脈にあるアイラム30メートル望遠鏡と、フレンチアルプスにあるビュール高原電波干渉系を運営している。両望遠鏡とも、 水蒸気による電波の吸収を避けるために高地に設置されている。この二つの望遠鏡はグルノーグルとスペインのグラナダにあるアイラムのオフィスによってそれぞれ管理されている。またこれらの二つの望遠鏡は超長期線電波干渉法を用いて一つの巨大な電波望遠鏡として機能させることができる。アイラムは フランス、ドイツ、スペインの国際協力機関として1979年に設立された。フランス国立科学研究センター、ドイツのマックス・プランク研究所、スペインの国立地理研究所が各国のパートナー研究機関である。アイラムの研究対象は、主に太陽系、銀河系、境外銀河に分布する生還物質であり、それらの蘇生や、 物理的パラメータなどを調べることによって宇宙の歴史や星の誕生都市などの過程を明らかにすることを目的としている。ありがとうございます。